皆さんこんばんは。アニソン界のおしゃべりクソメガネこと、大石正義です。さあ、始まりました。ヤングタウン火曜日52回目の放送ということで、えー、我々アニメソング業界、いや、えー、アニメ業界でですね、まあ、最近あの、起こった大きな出来事といえば、チェーンソーマンのね、主題歌アーティスト発表。あれは、揺れたね、業界。 ねえ揺れれままししたたね大石正義選ばれませんでした、ね、ずっと待ってたんですけどね <laughs> <laughs> ずっとね震えながら待ってたんですけども、えー、僕チェーンソーマン大好きなんでね、えー、残念ながら選ばれることが、えー、ありませんでしてあのー、まあ、えー、選ばれたのは。 米津君ね米津原さんええー、そしてえー、とアレンジには「えー、キングヌー」の常田さんが入ってあのちょっとだけねそのトレーラー的な感じでオープニングが流れたりするんですけど米津くんのなんていうのかな歌声ちょっとやっぱ「チェンソーマン」寄りに変えてるんですよねちょっと怒鳴り声というかあの声をわざと枯らした感じでかっこよく歌ってて。 やっぱ、主題歌あ <laughs> <laughs> あ、かっこいいなーって思いながら聴いてましたけども、まだもう本当にちょっとしか聴けてないので、そのオープニング映像的には、オープニング映像とかオープニング曲的には、なんかこれからね、また楽しみが増えたなって思ったんですけども、業界的になぜ、そんなに激震が走ったかというと、エンディング主題歌が毎回違うんですよね。 アニメっていうのはオープニング主題歌とエンディング主題歌っていうのがあってオープニング主題歌とエンディング主題歌ってまあほぼなんか特殊な状況がない限りはずっとその13話全13話とかだったら13話変わらないんですよ基本的にただ今回「チェーンソーマン」は全部特殊オープニング曲は、えー、多分米津さんで、えー、統一するんだと思うんですけどもエンディング曲はもう発表になってるんですが毎回アーティストが違う しかも見た感じですけど一人もアニソンシンガーとかが入っていない、まあ、つまりこう j p o p 邦楽ロックア,アーティストさんたち、えー、例えばあのちゃんとかねあとイブくんとかエメさんとか、まあ、エメさんはかろうじてねアニソンもよく歌われてるんでっていう感じですけども、えー、カナリアさんシュドウさんね、えー、そして女王バチ、ズトマヨ。 えー、TK さん凛としてしぐれから、えー、遠吠えさんバウンディーさん、えー、そしてピープルワンさんもうみんなみんな j p o p でご活躍の方々ばっかりね一1ミリも入られへん <laughs> <laughs> 入る余地がないのねであそうマキシマム・ザ・ホルモンね、うん、もう入ってますけども いやこれはさすがにねあ,あここまで来たかってみんな言ってましたね正直自分の周りは。やっぱそのアニメソングってアニソンシンガーが歌ってなんぼみたいな時代がずっとあったじゃないですか。で我々的にも別にあぐらを書いてたつもりはないんですけどもやっぱその人気アニメコンテンツ×人気アーティストっていうこのコラボがね もうすごく最近流行っているなというふうに思った次第なんですけども実はこの発表があったのが1週間前であのちょうどね僕ヤンタンやってたんですけどあのーワールドプレミアっていうねチェンソーマンのまあ舞台挨拶といいますかまあ主役やられる声優さんとかが集まってそれでこういう感じで。 えー、やりますよそこで主題歌とかも発表されて、えー、でもう大いに盛り上がったらしいんですけどもなんと私用意しませんしそのワールドプレミアに招待されてましてめちゃくちゃゃく行きたたかったんですよたたただんんあっっかかから行かれへんかったんですよ <laughs> でで,でもうワールドプレミアで何をするかっていうのは僕知らなかったんですその何ていうのかなこう連絡。 もう的にはどうですかみたいな感じで、えー、おいさんチェーンソーマンスお好きっておっしゃってましたよねいかがですかみたいな感じでえー、っとお誘いのメールをねいただきましてぜひ行きたいんですけどもでもラジオのレギュラーがあってちょっと「申し訳ないです」「団長の思いでお断りします」みたいな感じでお断りさせていただいたんですけども断ってよかった <laughs> <laughs> ああ危ない！ああ危なかったー！俺どんな気持ちでそこの席に座ってたらよかったん！<laughs> あぶね！ああ危なかった！<laughs> セーフでしたね。え別にねあの。 えと誘っていただいたスタッフさんももちろん対イはないですしその本当に好きっていうのをあの知ってくれてたっていうこと自体がもうめちゃくちゃ嬉しかったんですけどもでもまあ僕の立場からすると何て言うのかまあもちろん僕はね全然あのお話も来てないので分かってることじゃないですか僕は主題歌やらないっていうことは分かってるじゃないですかでもそのワールドプレミアムに来た周りの人たちはあれ 大石正義がワールドプレミア来てるってことはもしかして主題歌みたいな感じでまあ空気感的になりそうな気がするんですよもし僕のことを知ってくれてる方がいらっしゃったらいや知ってる方多分いらっしゃると思うんですよ業界の方ばっかりだと思うんでアニメ系のだから大石あんのかなワンちゃんみたいな感じでで発表されていくじゃないですかオープニングとエンディングアーティスト で多分おおってなってたと思うんですけどお味しいおいしいあ入ってへんねやった不思議な雰囲気になってたかなって思ってねっまあうんヤンタンが僕をちょっと救ってくれたのかなというふうに思っておりますえー、今日も、えー、アニメ愛とヤンタン愛を込めて、えー、放送していきたいと思いますそれでは参りましょう mbs ヤンングタウン 改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石マサヨですえー、この番組はラジオトークでも生配信しておりますコメントも拾っていきますのでどんどんコメントくださいえー、ツイッターのコメントも拾っていきますハッシュタグおいしやんたんでつぶやいてくださいありがとうやんたんっていうコメント <laughs> めちゃくちゃ流てますけどね <laughs> いやその通りですよえー、メールアドレスは yk at mark mbs 1179.com yk at mark mbs 1179.com までよろしくお願いいたしますそう僕最近の なんかそういうなんか誘われる系が多くってそのワールドプレミアとかあとこの作品好きって言ってたんでえっとまあ,あの漫画お送りしますとかえあとはあのロケとかでサウナとか行ったりしたんですよでそこでまあ一応ロケなんで僕普段そんなサウナ入んないんですけどいやーこれサウナハマりそうですねーみたいな。 いや、これ、サウナハット買っていきましょうかね。あ、こんなデザインがあるんですね、みたいな感じ。ちょっとまあ1.5倍ぐらいのテンションで、やっぱロケットをお届けするじゃないですか。で、それを見たサウナ関係者の方が、僕にやっぱメールくれるんですよ。うちのサウナどうですか <laughs> 一日、あの、体験で、えっ、ー、と、来ていただけませんかうちのお店に、みたいな感じで来るんですよ。で、 ついまたこれも一週間くらい前かな。あの、六本木の会員制のサウナから、星さん、サウナお好きですよね <laughs> 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 来て。それで、うちのサウナどうですみたいな感じで、あの、本当に、えっ、ー、と、来ていただいて、もちろんそのツイートするとか別にいいんで、一回ちょっと来てもらって、 体験してください本当に素晴らしい足を用意してるんでいやありがたいなーって思っていや時間あったらマジで行こうかなーって思ったんですって思ってそのサウナのこサウナのお店について調べようと思ってな失礼かなと思って何も知らないでそのね誘われるかままに。 サウナ気持ちいいじゃあさよならっていうのも失礼かなと思ってそのサウナのお店のことについてばッて調べたんですけど六本木の会員制のサウナなんと入会金300万円1回5万円大石さん、サウナどうですかそんなんはいけへんよ <laughs> さすがにちょっと怖かったに <laughs> 1一回スマホあの伏せたもんね <laughs> パタって300 <laughs> びっくりしましたわあれはちょっとでもねなんかイメージなのかあのー、一応僕ねその例えば「ようこそジャパリパークへ」とか。 あのー、ヒットソングみたいなものをこう書かせてもらってるじゃないですか。で、あのー、やっぱりこう著作権ドリームとかそう一般の皆さんってあのどれぐらい入ってくるかとかももちろんね伏せられた状態でただなんかこう都市伝説的にあの例えば、えー「獣フレンズ5点」とかねその一曲売れたから家建ちましたそれぐらい。 お金持ってはんるんでしょみたいなってあるじゃないですか先入観的になんか結構それ系多くって最近その普通のふた開けてみたら入会金300万とかあと最近あったのがあの先週トム・ハック君があのゲストで来てくれてるんじゃないですか。 で、トムくんからおもむろに、ちょっとおいさんのお話あるんですけどって言って LINE が来て、電話来たんですよ。もう何の話やろうと思って、新曲の打ち合わせとかかな、奥とのって思って、電話出たら、おいさん、めちゃくちゃいい土地あるんですけどって。<laughs> <laughs> え、あんたの <laughs> と思って。何何その流れ何なん <laughs> すごかった。もう立て続けにそういう。 お誘いが来て、いやこれちょっと気をつけなあかんなーって思ってあのちょっとお尻の穴がキュッとなりました <laughs> <laughs> あ、これは気をつけなあかんやつだねやっぱ40代超えてからのねそういう失敗とかってたまにね、芸能人の方とかのこうねあの自助伝とかで聞いたりするじゃないですかだから自分もなんかそういうタームに差し掛かってきてんのかなっていうふうに思って <laughs> 多いし狙われてるぞて <laughs> <laughs> いやトム・ハックは別に狙ってるわけじゃないと思うんですよ、まあ、本当になんか、あのー、アニソン界の不動産王って言われてるぐらいトムくんはその不動産についてすごく,あのくお詳しかったりするんでそんなトムくんが言うお買い得商品なんで本当にお買い得だと思うんですけどあの提示された金額がえげつない <laughs> <laughs> えげつなかったから、トムくんですら僕のことをそんな風に見てんのかなと思って。そう。トムくんは僕の収入を知ってるはずなんですよ。なぜなら、えっと、社長なんで、うちの事務所の社長なんで、僕がどれぐらい、えっと、年収があるとか、月々いくら、えー、稼いでるとか、先月の月収とかも、もちろん全部把握してるんですよ。立ち悪くなる。<laughs> <laughs> タッチはるなそれを把握した上でその金額提示は,タッチはるなそれでなんて言ったと思います大石さんがもしいやこれであまあこの本当の解読なんでまずはその身内の大石さんにお声がけしたんですけどまあ大石さんがもしその興味がご興味がなければ。 あの草野佳代子さんにお話ししますって言ってて「<laughs> 社長!」っつって「社長立ち悪いでそれ」ねえ面白いですねまあ笑い話になる感じなんでねえー、面白いなというふうに思いますけどもいやー身打で回してる感じあります、えー、メールが届いておりますかねえー、ジャリーネーム、えー、かほさん、えー、おいさんこんばんはこんばんは。こんばんは 9月の23日に関西ラバーズ2022に、えー、漢字の大石正義さんがギターボーカルを務めるサウンドスケジュール目当てに行ってきましたありがとうございます台風の影響により雨の予報でしたがほとんど雨の影響を受けることもなく、えー、サウンドスケジュールの出番の最中には晴れ間まで見えていましたね、えー、ところで会場の端に謎のカラオケブースがあってカタカナの大石正義さんが歌われていてびっくりしましたご親戚のライブを見に来られていたんですが、えー、そのブースですが バンドとバンドの転換の時間にお客さんが自由に歌えるという、えー、ことだったので、えー、私も参加しましたおいしさんたちがステージで準備をしている間にサウンドスケジュールの「吠える犬と君」を「内心多い多いし見えてる」 くらいの気持ちで歌っていたんですが準備の邪魔をしてすいませんでした <laughs> そんなことないですよ、えー、サウンドスケジュールの10月のツアーも楽しみにしていますありがとうございます嬉しいですねそう関西ラバーズっていうねえっ、ー、と野外でやる、えー、まあこれも15年目になるえー、今年で15周年になるえー、大きいまあ、バンドによるロックフェス あるんですけども、えー、それにサウンドスケジュール3ピースロックバンド参加させていただきましていやめちゃくちゃ楽しかったしね良かったなーっていう感じだったんですけどあの一緒に出てたバンドマンの皆さんがなんかそのサウンドスケジュールってもう21年ねデビューから経ってるんですけどあの中学校の頃に。 聞いてましたとか、まあ、それこそ MBS ラジオロザンさんとのやつ聞いてましたとかそういうね若い世代の対バンのバンドの子たちが結構言ってきてくれて「おじさん写真撮ってください」とかめちゃくちゃ気持ちよかったんですけど <laughs> <laughs> あのその中であのその日対バンしてたのが9祖猫神っていうね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども神戸、えー、出身の。 えっとまあ、えー、ロックパンクバンドがいるんですけどもその旧そのボーカルのせいやくんとあとキーボードの横田くんが,がめちゃくちゃサウスケ好きだったらしくってなんなら横田くんに関してはサウスケのコピーンやってたらしいんですよ。で全然知らなくってなんか急にその本番 5分前ぐらいに僕がもう袖でスタンバイしてる時にあ「星さんあのちょこんなとこで申し訳ないですけどめちゃくちゃファンです」って言われてずっと聞いてましたいやありがとうございます」っていうか「このタイミングで言う?」ってないし思いながら「<laughs> えいや嬉しいですありがとうございます」ってなんかもう今日のであのね出演者の皆さんは見れる セットトリストがあるんですよ要はその当日どのバンドがどんな曲を歌うのかっていうのをもう舞台裏で共有してるその何て言うのかなえ表みたいなのがあってでサウンドスケジュールはこの5曲を歌いますよっていうのが出てて「5曲中3曲コピーしてましたわ」みたいな感じのことを言ってはって本番5分前に。 めっちゃやりにくいやんけと思って。いや、嬉しいけど。めちゃくちゃ嬉しいけど。こっつ、やりにくいな。で、あのー、本番始まるじゃないですか。で、パッて袖見るじゃないですか。めっちゃ見とんすよ。手元。やばいって。これもう歌詞も間違えられへんし、曲もメロディーもギターも間違えられへんからって言って、もうすごい、なんか、 変に緊張感のある <laughs> 気持ちよかったですけど変に緊張感のあるライブをしたんですけどもでもあのその9層のお二方もそうですけどやっぱなんかサウンドスケジュールって MBS でラジオやってたからなのか本当に関西の方々にの青春を彩れたバンドだったんだなっていうふうに思ってめちゃくちゃねあ,のありがたいというかう。 すごくいい一日を過ごさせていただきましたなんでまあその気持ちよくしてさせてもらったお礼と言いますかなんと言いますか、えー、ここで一曲お届けしたいと思います、えー、テレビアニメメジャーセカンドの一気オープニング主題歌9層猫神超えて行け <noise> 大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、先ほどもね、言った通りなんですけども、9月の23日に、大阪、野外音楽堂で、関西ラバーズサウンドスケジュール参加してたんですけども、あの、ま、3連休だったんですが、あの、台風が来てたじゃないですか。で、それで、結構、その、交通機関、 が乱れてまして、で、僕と、あとベースの沖くんは、新幹線で、その関西ラバーズが終わった後、8時台の新幹線で、えー、東京まで帰る予定だったんですけども、あのー、まあ、あ、えー、大雨の影響で、ちょっと、えー、帰れなくなっちゃったということでですね、あのー、二人で、もう、 まろうかってなってで急遽ょホテルを取ってで、まあ、次の日に帰ることにしたんですよで仕事もね一応2人ともこうあの関係者に電話して、えー、都合をつけてでまあ2人でねそのまあもちろん別々の部屋ですけど泊まることもあんまそんなないし久しぶりというかなでも、まあ、大学時代ぶりかもしれんけど差し飲みでもしようかみたいな感じになって。 もうね結成した時から時間的に言うともう23年ぐらい経つもうねもう身内みたいなもんですよ弟とか兄貴とかそんな感じの雰囲気のあんまりそういう中の人たちってね差し伸びとかもしないじゃないですかメンバー同士で仲良すぎるのもなんだかなみたいなもうずっといるしもうあうんの呼吸で。 別にお酒組み返すことないやんみたいな雰囲気もある中でまあ久しぶりやし行こっかーみたいな感じでその日あのまあお酒を飲んでで本当たわいもない話をしてまあ7割ぐらいはあの投資の話やったんですけど <laughs> <laughs> いやでまあねまあ大人になったな俺たちもみたいな大学の時はまあこんな感じ。 の話もできへんかったしバンド現役時代なんてそんな2人でご飯食べ行くとかもなかったよなぁみたいなことでねあのー、であとお会計の時もあのー、なんか僕俺出すわって言って出してであのー、領収書くださいって言って領収書もらってそしたらその女性店員さんがあのー、大石さんですよねって言われて。 チラッと沖きくんの方を見て「はーい」って <laughs> <laughs> ねすごいあのすごい嫌なやつになってたんですけど <laughs> でもそういうのも含めてなんかその沖きくんは沖きくんでいや本当ににんかいろんなところであのね大石麻選手の名前聞くしこういうふうにね 顔もすすようにななってほんますごいなぁみたいな感じのことを言ってくれていやでもそんなバンド時代があったからやでみたいなことでねその日は本当になんか気持ちいいお酒を飲ませていただいたんですけどもあのちょっとね今日はあのー、まあ笑い話じゃなくて重たい話もしてみようかなと思ってサウンドスケジュールの解散の時の話 うん、してみようかななんて思ってるんですけどもあのもちろんラジオの前の皆さんのそのずっと大石正義のことそしてサウンドスケジュールのことを応援してくれてる方とかはあの胸がちょっと重くなるような話もあるかもしれないんですけどもまあせっかくねこんなあの今メンバー同士でこんな楽しくできててあの一つのゴール地点みたいなものを獲得した我々だからこそ ちょっと今言えることもあるのかなーと思ってうん本当はプロフェッショナルまで撮っときたいなと思ってたんですけどもやんたんで話しますちょっとは笑えちょっとはくすりと笑え<笑><笑>ちょっとは笑えやねあのーそうですねえっとまあサウンドスケジュールっていうバンドはえ1999年に結成したのかな で2001年に結成して2年でデビューが決まってで解散がその5年後2006年だったかな、えー、っていう感じで、えー、とメジャー生活自体は5年ぐらいだったんですけどもその今は再結成をしてるんですが、あのー、解散の時に何があったのかみたいなで一応表立ってはあのー、サウンドスケジュールのボーカルギターの大石正義が、えー、ソロ活動をしたい。 からえー、バンドを抜けますでバンドを抜けるってなった時に、まあ、新しいボーカリストを入れるっていうわけにもいかないからっていうので、えー、まあメンバー話し合った結果サウンドスケジュール解散しますよっていうアナウンスを させてもらったんですよでまあ当時はねやっぱ僕が家元を出るみたいな感じ家出をする少年みたいな感じになってしまったのであのー、もちろんね当時は SNS とかなくて BBS ね掲示板でねいろいろとあのご意見もいただいたりとか叱咤激励もいただいたりはしたんですけどで当時何があったのかっていうのってあんま話してきてなかったんですよね。でまあ、えー、今思えばですけども。 あの僕適応障害になったんですよ多分その時にそのバンドで、えー、と演奏することができなくなってったというか例えばですけどどんな症状があったかっていうと、えー、バンドの取材がありますっていう日に自分の家を出ようとするとあの、まあ、ちょっと戻してしまったりだとかあとどうしても行きたくないあの無気力になってしまったりとか。 あとはライブ中にもうすごいもう何百回とやった楽曲の歌詞を飛ばしてしまったりとか飛ばすわけがないのにっていうことを繰り返してたんですねで2005年とか2006年当時って適応障害っていう言葉はあまり認知がなかったと思うんですだからあの僕もいやこれは多分あのただの心の疲れだわ っって思って思、あのー、一応ね半年ぐらいは頑張っては見ていたんですけどうまく心がついていかなくなってきた時にメンバーさんにそのファミレスに集まって今でも覚えてますジョナさんに集まってね3人ででちょっと、あのー、頭はついてきてもう心がついてこなくなったわーっていうことで、あのー、バンド一回ちょっとやめたいんですって。 いうことを相談し,してそれでメンバーさんもまあ、いろんなね解決策とか見つけてくれてはいたんだけども結局解散という形をとったんですけどもその時にあのメンバー間の中っていうのはあの正直な話そんなによくはなかったんですよ今ほど。うん、やっぱあのどこまでも個人主義というかうん、おの,おので、えー、と例えば。 友達の輪を広げていったらいいし各々のでスタッフと会話したらいいしみたいな感じではあったのでなんかそういうねあの今バンド活動しんどくないとかそういう芯を食ったようなあの照れくさいけども芯を食ったような話ができてなかったなっていうのはもう今振り返ってみて反省点ではあるんですけどあのメンバーが悪かったわけじゃなくてやっぱそのスタッフさんも含めたところで10人ぐらいで。 えー、まあサウンドスケジュールチームっていうのがあったんですけどもやっぱチームが掲げるバンドの理想像みたいいなながあるじゃないですか,かそこに何かその自分がそのついていけてなついていてけなくなったというかでそれであのうまくこうあのバランス取れなくなって心が血取り足になってそういう適応障害的なあの症状になっちゃったのかなーっていうふうに今 となればね推測してたりするんですけどもなんであのー、やっぱ今はそのそういう言葉があるからいいけど当時はそういう言葉ないしそういうカテゴライズもないからめっちゃ無理して頑張ってた人もいいすんげえいたんだろうなと思ってで多分ねラジオ聴いてる方の中でもね「あの今の職場しんどいわ」とかちょっと上司が。 相性悪いわとかもうなんか大石んみたいにあの仕事行く前にちょっと戻しちゃう症状あるんですよとかっていう人も中にはいるかもしれないじゃないですか。であのそういう方にあの言いたいのが僕バンド解散してるじゃないですかいや一回終わらしてるんですよでも再結成して今めちゃくちゃいいその心のバランスでメンバーさんともバンドとも お付きき合いがででてるんですよなんで一回やめるっていう選択肢やめてみるっていう選択肢めちゃくちゃありやと思っててなんかその心が重たくなったなーとかっていう時にあの休憩とかお休みだけだと回復しない心のレベルっていうのはそれはもう心にダメージを負ってる病気なんでなんで一回そのストレスになるものとかあの対象に対して 人でも物でもいいんですけど距離をとってみるってめちゃくちゃ大事なんだなって心が復活した時にもう一度その人と向き合えばいいしその物と向き合えばいいしでそれ何年かかってもいいから僕の場合は5年6年ぐらいかかりましたけどでも5年6年距離を置いたら時間が解決してくれるものもめちゃくちゃたくさん あるからなんか仮にね辛いことがあるような人がラジオの前にいたら距離を取るってすごいいい選択だなっていうふうに思ったりしますね。うんなんかね,そうおねいい意見あるんですけどお休みだとまた戻らなきゃいけないっていうその何リターンしなきゃいけないっていうプレッシャーがあるしあと結局お休みしたところで。 現状は変わらないみたいなところがあるからそうその時も言ったんですよサウンドスケジュールはじゃあもうあのそんなんやったらもう活動休止でええやんっていう話もあがったんですよでも僕かたくなにんか感じてたんでしょうねいやすいません解散でお願いしますってもうたくなに言ってて要は本当に戻れない状況にし,したかったというか。 一度そのピリオドを打つことで、その自分のね、あのー、なんだろう心を担保したかったっていうのが多分あったんでしょうね振り返ってみたら。うーん。だからね、なんかあのー、今ねバンドさんとかもね活動休止とかアテストさんとか活動休止とかっていうのもあるよく聞きますけど、あのー、活休って難しい言葉で。 本人も戻ってこなきゃいけないっていうプレッシャーもあるしお客さんも復活するかもしれないああ活動再開するっていう期待感の中で待たなきゃいけないっていうのもあったりするから僕正直活級より解散再結成の方がいいような気がしててとか再始動とかあのそっちの方がなんか心のプレッシャーとかそういうのがないのかなというふうに思ったりするんですけどね。 音楽やめようとかはなかったんですか。ああ、これはいい質問。これぶっちゃけた話していいですか。あのままバンド続けてたら僕音楽をやめてたっすね。うん、いやそれぐらいやっぱあの何も考えられなくなるんですよ。そのなんていうのかな、適応障害的なことになると、もう右も左も見えなくなっちゃうし、もうえっと視点がもうすごい狭くなっちゃう。 俺俺ははだだととかもう俺のやれることはないんだみたいな感じになっちゃう世界が狭くなっちゃうからなんであのその時も言ってました確かあのもしこれで僕バンドをやめなかったらあの音楽やめちゃうと思うんですみたいな相談は確か川原君に2人で会ってた時にした気がするんですよね。だからね やっぱ自分を守るのは自分でしかないけどもう時にはそうやって思い切った行動とかも必要だったりとか <laughs> 今多忙だけど心大丈夫ですか <laughs> 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 大丈夫ですよ。だから僕はなんかそういう経験があるから何て言うのかなその距離の取り方をすごく大事にし,してるというかあのまあ例えばねもちろんお仕事の中でも ちょっとねしんどい仕事とかもあったりとか、あのー、ストレスを抱える仕事とかも全然あったりはするのでそういう時にはどうしてるかっていうとその解散の時のこととかも思い出しながら自分が、えー、うまく距離感をとってそういうものに接したらきっとちょうどいいウィンウィンな関係になる距離感っていうのが見つかるはずやと思って毎回そういうものと、えー、まあ向き合ってる。 感じあるのでねなんで全然今は健康ですあとやんたんでしゃべるのが楽しいからずっと健康です <laughs> <laughs> そんなんいらんかったー <laughs> いらんかったー <laughs> <laughs> 再結成の時はどんな感じだったんですかえー、っと再結成の時はあ,あどうも <laughs>。<laughs> あどうも <laughs> みたいな <laughs> 感じでしたね。でも再結成に関してはもう僕一人 MVP を決めるんであれば川原洋二んドラムのね川原くんがずっとサウンドスケジュールのことを愛してくれていてでいつかまた大石の後ろで叩きたいってずっと思ってくれたりとか沖と一緒にリズム体育みたいって思ってくれてたからだから再結成できたんやと思いますね。あの川原くんが みんなにそのお声かけしててくれてでそっから集まって一回音出してみようかみたいな感じから再結成の話がどん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 あつながっていったところもあったので川原君とあともう一つ挙げるんであれば待ってくれるファンの皆さんのえおかげだったかなというふうに。 思います、えー、そんなですねサウンドスケジュールが再結成してからずっとプレイスっていうね、えー、ライブツアーを行ってるんですけども全国のライブツアーを行ってるんですけども今年も、えー、10月の1日に、えー、大阪南波八でワンマンライブプレイス2 0 2 2が予定されておりますまあ今本当になんか えー、大学の軽音楽部で我々組んだんですけども、その軽音楽部で組んだ時のなんかみずみずしさというか、えー、そういうのを感じながら、えー、バンド活動できてたりするので、ぜひ、えー、そのあたりを感じにね来てほしいなというふうに思います。10月1日大阪ナンバー8です、えー。それではここで一曲お届けしたいと思います。サウンドスケジュールピーターパンシンドローム。 大石正史のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、ここでコーナーに参りましょう。最初のコーナーは、色メガネです、えー。このコーナーは、大石のトレードマークメガネにちなんで、砂利が欠けているかもしれない色メガネ、すなわち偏見を送ってもらい、えー、僕が色メガネかどうか判断していきたいと思っておりますよ。砂利ネーム、テイラーツイストさん。色メガネ。小学校の頃に、 ドラゴン柄のナップサックを選んでいたやつは文系に行く <laughs> <laughs> 文系行くなドラゴン柄ね <laughs> 目とかついたん前、ね、<laughs> 後ろから見たらちょっとにらまれる感じになってんねん <laughs> 目とかついた <laughs> ドラゴン柄え、ね、<laughs> ナップサックって作りました 家庭科の授業だっけとかでね作った記憶ありますけど僕はスヌーピーでした <laughs> <laughs> 僕はもうスヌーピーやっぱ性格出るね <laughs> スヌーピーみたいな性格しとるから <laughs> <laughs> ナップサックはスヌーピー作りましたねナップサックって興味言うんかな あんま言わない。ていうかさ、バッグの種類最近多すぎんサコッシュとかさいや、もう分かれへんで、そんなんみたいなの。めちゃくちゃ歩くないですかね。あれちょっと統一してほしいっすよね。別にもう細分化しなくてよくないですかもう、リュックやん。もう、それはもう。 サイドポーチや <laughs> <laughs> それでええんちゃうかなって思うけどな分けたがるね分けたがるやっぱ分けることによって流行りというかトレンドができるから言葉を流行らすと物も売れるじゃないですかサコッシュとかさサコッシュ2回目 <laughs> 2> 相当着てるらしいサコッシュ <laughs> サコッシュはもう新しくないよねすみません すいませんでした砂利 <laughs> ネームポウポウさん色眼鏡迷わず白のスニーカーを選べる人は他人のどうでもいい相談にも親身になって聞いてくれる <laughs> これわかるこれ俺や <laughs> これ俺や <laughs> 白のスニーカー選びがち そして他人のどうでもいい相談親身になって答えてまう聞いてまうでも白のスニーカー選ぶ人って大体几帳面じゃないですか,なんか汚さないように歩いたりとかあと次の日の天気とかを調べて雨の日じゃない時とか足元が悪い日はもう白のスニーカー避けたりするじゃないですか晴れてる日に極力履くとかそういう。 細かい性格の人が多いから他人のどうでもいい相談とかに時間を費やしちゃうんですよ <laughs> スーパーウルトラフライさん兵庫県神戸市の方色眼鏡会話の中で名言をすぐに引用する人は気分屋で飽き巣 <laughs> ていうかあの人の話 名言だけじゃなくてあのしかもあの何て言うの講師曰くじゃなく俺の友達の誰々曰く的なのとか誰かの体験談を引用する人はマジで信じない信じられないなんかでお前はみたいな感じになりません別にいいんですけど。<laughs> <laughs> うん、あでもあの引用する人ってでも頭い,いい人多くないですかその喋りが上手い人とかあと相手を説得するのが上手だったりとかする人だからこそ僕アンテナが働くんですよねこの人だけには騙されないぞみたいな感じでうちの川原洋二君がそうなんですけど人の話めっちゃ引用する体験談とか誰々はこんなこと言ってたけどみたいな。 もうその時にもうねすぐにね心がシャッター閉まって「だま <laughs> <laughs> されないぞ!」<laughs> ってなっちゃうんですけどね、うん、何かあったんですかいや何もないよ <laughs> 別にだまされたとかは全然ないんですけど、うん、でも口がうまい達者な人のイメージありますよね。居酒屋で人の夢ってて書いて 儚いっっっててて読むって言ってる人嫌ですよねややわ <laughs> 居酒屋でこんなん言うてる人人の夢って書いて「はかない」とか「心をなくす」って書いて「忙しい」とか「<laughs> はあ?」<laughs> ってなるよねわかるわ <laughs> <laughs> もうそんなんゴルゴさんに任しといたらええねん とゴルゴさんと武田鉄矢さんに任しといたらええやん言わんでええねんなそんなんな <laughs> さあもう自分が発見したみたいにえ別に僕何かあったわけじゃないですか <laughs> <laughs> 嫌な思いしたわけじゃないですからね別にすいませんなんか変な感じで伝ってたら申し訳ないなと思って「<laughs> えー、北海道札幌市砂利ネームじっくり煮込んだチンパンジーさんの色メガネ」 好きな寿司が小肌の人は信用できる <laughs> <laughs> ちょっと分かんないな <laughs> ちょっとよく分かんない僕スシローとかしか行けへんからなそんななんか小肌好きな寿司が小肌 <laughs> うーんでまあちょっとなんかそのメインのねあのトロとかマグロとかウニとかとはまたちょっと違う。 感じの痛感があるから、あ、お寿司お詳しいんですねみたいな感じってことかな。信用できる寿司ネタランキング一位は何ですか。トロや。ロあれ、そんなに響いてないな。やめようかな。<laughs> <laughs> えー、えうん。塩川 <laughs> <縁側>。塩 <laughs> 川どう。<laughs> いい。 あーよかったん <laughs> 火曜日的には信用できる寿司ネタランキング1位が側決定しました <laughs> トロ響けへんかったわびっくりしたわ今おっきなボール投げたつもりやったんやけどな全然帰ってけへんかったわ君じゃなきゃダメだこりゃさん大阪府堺市の方 色眼鏡ファミレスですぐに注文を決められる人は優しい顔して短期はあ怖いこれあれでしょ心理ゲームでしょもはや僕これですもんファミレスですぐに注文しますあじゃあハンバーグステーキ定食でみたいなあシ C セットでみたいな。 優しい顔して短期なんでそんなうなずくの <laughs> <laughs> なんでそんなうなずくのああ、大石さんそうやそうや <laughs> 短期なとからちゃうねないないないめちゃくちゃ気長いですよ僕あでもねあの思い当たるところあってうちの父親はどちらかというと短期なんですよすぐにそのなんていうのかなまあよ くも悪くもあ子で、あの,子供の頃にそれを見てたんでその自分は、えっと、そうな,りならないでしょって思って反面教師的にもちろんいい父親ですけどね尊敬してますけどで育ってきたんでもしかしたらその遺伝子とかは自分の中にあるのかなって思ってちょっとドキッとしました。 ファミレスですぐ注文を決められる人は優しい顔して短期優ししい顔して短期って一番怖ないあ実は僕めちゃくちゃ怒ってるかもしれないですよ今どうしますあそんな顔しちゃうんだへえ <laughs> はあなるほどーこの放送作家そんな顔で笑うんだ <laughs> へえって思ってるかもしれないしさあせんちゃう <laughs> <laughs> この話をほんまにすな冗談で言うとんねやんそんなさせん言ったらほんまになんてまうやんけえオンエア以外のところではめちゃくちゃ厳しいんですよこの人 <laughs> みたいな感じになるやんかやめてくださいよねえー、皆さんもね短期は損期っていう言葉もありますからね気をつけてください さあ、というわけで、えー、引き続き各コーナーへのお便り、新たなコーナーもお待ちしております。ワイキアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコムまでメールをお送りください。続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。恋しちゃえよ。 えこのコーナーはシンガーソングライターアニソン歌手映像プロデューサー俳優司会者推しの友達 Twitter 芸人などなど無数の肩書きを持つ大石正義がさらに芸の幅を広げるべく毎回ある分野の専門家をゲストにお招きしてエキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーです。今回ののゲストをお呼びいたしましまょう。歌手の 鈴木好みさんです。よろしくお願いします。お願いします。鈴木好みです。好みはなんか僕みたいにアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石まさですみたいな工場はないの。欲しいんですよね。欲しいのないんですよ意外と。えアニソン界の歌姫。歌姫って自分で言われいんか。アニソン界の歌姫鈴木好みです。皆さんどうも姫です。姫って呼んでね。ならへんか。ならないですよそれは。 ええー、でも欲しいですねいつかい、はい、決めて帰る今日え今日決めて帰りますえぜひ<お> <laughs> <laughs> 急に俺自信なくなったわ <laughs> <laughs> <ぜひ> <laughs> ね今聞いた感じでもあのー、僕と鈴木好美さんがどんな関係地かっていうのが分かっていただいたと思うんですけども <laughs> あのー、出会い的にはもう、うん、8年7年ぐらい経つ そうですねまだ自分が学生服着てた頃なので、うん、JK やった時はい JK 好み好みの時に、うん、確か「アニキューブ」呼んでいたら「アニキューブ懐かしい、えっと」大石正義主催のアニソンフェスというかうん、うん、アニソンイベントがあったんですけども,、はい、2>, もあの2回やって終わったやつがあるんですけど <laughs> あまりにもちょっとしんどすぎてタスクが多すぎてそうなんですよでうん、うん、それに 一回目も二回目も出てくれたんじゃなかったですか。ありがとうございます。ね、まそうなんですよ。一回目呼んでいただいたんですけど、うんうん、確か当日インフルか何かになっちゃって。<laughs> あそ,うそ,うそ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 う。で、うわあ、悔しいって寝込んでたんですけど、うんうん、リベンジで二回目呼んでいただいて。ね、でも、お会いしたのはその。はい 2回目のののリハーサルの時にっってるんじゃなかったっ、うん、そうですね確かその時学生服で、はい、でその「アニキューブ」っていうイベントが僕主催なんで僕がバックバンドに入って演奏するっていうそういうコンセプトでやったんですよ。はい、なんで好みの曲とかも演奏しながらバックで好みに歌ってもらうってみたいな感じで、ねはい、僕は後ろで演奏してたんですけどうん、うん、その時の第一印象は。はい 歌うまいな。こんなバケモンみたいなボーカリストおんねんなって思いました。ありがとうございます。どうですか？え、私はすっごい細い人だ。恥ずかしいわ。いや違うんです。あの私。何何何何？お聞こうやないかい？君じゃなきゃダメみたいを聞いてたんですよ。で、あの音源で聞いてたんですその時。で あなんかすごく本当にラッパみたいにパーンって声が出る方だなっていう印象が最初あって結構ドンとした体のいい感じの、ねはい、結構ガタイがよくってどちらかっていうとこうドンと大きい男性なのかなと思って行ったらあすごく細いなっていう。 印象ですね。ちょうどいい塩梅で先輩いじるのめっちゃ効果あるですか。<laughs> 成長しましたか。成長してるな。昔はこんなやったのにな。<laughs> でもなんかその時も、うん、あの MC でなんかその時 MC めっちゃ苦手で大石さんからの質問に全く答えられなくって。そうだっけ。はい。<ー>結構なんか新幹線であやってしまったなって思って帰った記憶があります。<ー>実は。 もうだって今はもうね、はい、キャリアも積んでそれこそね,いいねレギュラー番組とかもやったりとかしていい、ね、饒舌のイメージありますけども本当ですか、はい、いや今も割とドキドキしながら話してるんですけどあ大丈夫僕もドキドキしながら一人喋りしてるよ <laughs>、えー、え詰まる時ってないですかあるあるあるどうしてますかえなんか作家に振る <laughs> 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 ですよね徳毛さんみたいな <laughs> 俺もうないですよもう火種がもうなくなりましたけどいかがですかっていう感じで<ー>一番いいよやっぱスタッフさんに最終的に押し付けるのが一人しゃべりは一番いいだって一人しゃべりさせてんのはスタッフさんなんですから <laughs> そこはやっぱっっあの多少の助け声には出してもらわんと。<laughs> はい そ、うん、そうううですすね、いいいっっぱい頼っていこうと思いますそうなんですとかしてくれますからうん、うん、もうねお笑い IQ の高い人たちばっかりなんで <laughs> 大丈夫やった、うん、作家さんとかねラジオディレクターなんていやよろしくお願いします、うん、今日は<笑>インテリお笑いインテリばっかりが集まってますから <laughs> <laughs> ああ、今日一日で嫌われたなこれ。<laughs> いやでもね、そんな鈴木好みさんですけども、はい、子供の頃から歌好きだったんですか。うんうん、大好きでしたね。うん、なんか結構歌い始め早くって。歌い始めの早かった。四歳ぐらいの時から歌を養成所で習い始めて。養成所なんて聞いたの。そうなんですよ。えー、ずっと大阪で養成所に通ってて。何のを習う場所なの養成する場所。そこはなんか元々ダンスを習いに行ったんですけど。えー あのその時にこうたまたまボーイトレがあったりとかミュージカルの演技レッスンがあったりとかダンスの中でもタップダンスに進む人とかジャズロックとかいろんな種類がバーってあって、うん、こう自分で好きな種目をバーっと選んでいくっていうスタイルだったんですけど、うん、私は最初こうすっごい泣き虫と人見知りが激しくって。 あんまり人に馴染めないないいっていうのをずっと母がこう大丈夫かなって心配していて、えー、でその時にこうなんかダンスレッスンとかって体も動かすしみんなの輪の中に入ってそう、ね、う仲良くなったりするものだからいいんじゃないかっていうことで連れてってもらったのがきっかけなんですけど、えー、そこからあなんかたまたま声が高かったのでボーカルの先生に歌も もしよかったらやってみないっていうふうに「なんか高いし意外といいと思うよ」って言っていただいたりとかしてやってみたら歌の方が好きになっちゃったっていうパターンでした。あううなじゃあさもう本当に正確に言うと最初の入りはダンスやったんやあそうですね最初の入りはダンスでやってましたでも最近さ踊ったりもしてるじゃないですか、はい、ステージとかあ,、はい、あとツイッターとかでもたまにダンス動画とかね上げたりとかしてるのを見てるんですけど、はい、なんか。 僕的にはもう好みは歌入りだったんで僕の印象的にだからあら踊りも踊り始めて何何器用な人ねって思いながら見てたんですけどもともとダンスボーカルだだったんですよよそうういことねダンスから入ったんで当はこはダンスボーカルでバキバキ踊りながら歌おうって思ってたんですけどたまたまアニメに出会ってそうそうそう。 を目指すすわけじゃないででかそれってやっぱいろんなジャンルがある中でななんんででアニソンシンシガーになろうと思ったんですかこれはもともと歌手を目指してはいたんですけど、うん、あの中学2年生の時にすごく仲良くなったこうクラスメートの子がいて、うん、その子がめちゃくちゃアニメ好きだったんです。<ー>で「マクロス・フロンティア」っていう作品が<ー>めっちゃおもろいから見て って言われてにゃん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 最後までやらせてくださいゴージャスデリシャスデカルチャーありがとうございましたご清聴ありがとうございます <laughs> ええー、マクロスフロンティアが好きでいやもう大好きですうもう本当にあれを見てアニメ界のもうそれこそ歌姫に憧れて、うん でそこから私もアニソンシンガーになりたいなと思ってオーディションを受けましたそうだよねマクロス・フロンティアというか「マクロス」っていうのがまあ歌がテーマになってたりしますもんねうん、うん、歌で宇宙を救うとか、はいえー、戦争をなくすみたいなところがありますからうん、うん、でマクロス・フロンティアなんて本当銀河の歌姫」ってね、はい、称されて、えー、活,用活動するっていう感じだったんで、まあ、それこそ憧れの的になっちゃうわけだ、うん、ああ<ー>、ね、なりたいと思った。 もうああなりたいってすぐ思いましたし<ー>あとなんか私の中でアニメはなんとなくこう子供時代に楽しむものっていうイメージがそれまで正直なところあってなんですけどそのアニメってこんなに奥深くて面白いのっていうのをそこで初めて知りましたしあとアニメを好きになったことによって。 意外とクラスにアニメ好きの子がいっぱいいて<ー>友達がバッと増えたのも自分の中ではめっちゃ楽しくて、えー、なるほど着、はい、せずして着せずしてダンスとアニメでお友達が増えていったわけだ<笑><笑>どん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 こう自分の世界がバッと広がっていったのもあってなるほどすぐアニメを好きになりましたじゃあそんなアニメで歌を歌えるシンガーになりたいって、うん、まあ えっと1年放棄するわけじゃないですか、はい、そっから何かやったことあるんですかそこからうん,うーんとなんかその時ライブハウスに出てたんですよいや、えー、もうすでに小学56年生小学56年でライブハウス <laughs> 自分の娘やったら絶対出させへん <laughs> 悪い虫つくつく <laughs> なんかお小遣いいらないんでライブハウスに出たいって ダメです。<laughs> 絶対にお父さんは絶対に許せへん。ん <laughs> 厳し<い>ごめんなさいね。ごめんなさい自分の娘のと勘違いしてました。いやーそうなんや。はい、でもねえ,えお母さんは結構それはもう,うん、うん、進めてたの？別にええー、みたいな感じだったの？ そうですね<ー>あの,そのボーカルの先生も協力してくれてなるほど、ね、でこうなんとなくこう路上ライブやってみたりとか<ー>ライブハウスで歌を聴いてもらったりとかっていうのを始めてたんですけど<ー>なんかこう。 アニメソングのイベントに出るようになったりとかあそのライブハウスの、はい、イベントの中にもそうですね,中でもね方向が少しずつ自分の中でも変わっていった感じがやっぱもう好きだったから余計にそっちの方向にねうそうですね歩んでいったって感じかなうん,、うん、うんで2011年に第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得ってあるんですけども、はい、えこれはじゃあ何年生の時これが これも中学2年生ですね。2> 中2。はい。2> 中2でアニ、全日本アニソングランプリ。はい。獲得。うんうん。ふんふんちゃん <laughs> <laughs> ふんふん,ふん,ちゃん。改めて言われると、なんか恥ずかしくて。<laughs> <laughs> テレビ<が>まあ、これがきっかけで、ね、もちろんアニソンシンがになっていくんでしょうけど、<laughs> うんうん、え、撮った時は、もう、やったーって感じだったの、はい。でもなんか、なんだろう。何もことの大きさを分かってなくて。 その今だったら、うんうん、こう,うわすごいこうデビューできるんだみたいなめっちゃ大喜びすると思うんですけど、うんうん、やっぱり十四歳で何も分かってなかったので、はいはい、えなんか友達からすごいラインきてるみたいな、えー、結構呆けらかんとしてたかもしれないです当時は。これさ同じ大会に出てた人いなかったの？あアスカが出てました。はい。なんか聞いたことあんで、うんうん、鈴木このみっていうえげつないボーカリストを んすよみたいな私が出たアニソングランプリであれはちょっと分かんねっていう人おったんっすよっていうような話を聞いたことがあるいや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 いすごいね。何かほんとにんか,にななんか自分もこういう公開オーディションを初めてだった。 ので、うん、すっごいなんか刺激的ななバトルだったなってそれこそマクロス・フェロンティアの楽曲で「<う>ノ,ーノーザンクロス」とか、はい「ノーザンクロス」あと「ダイヤモンド・クレバス」とか「ダイヤモンド・クレバス」<laughs> 最後に歌ったのが「創世のアクエリオン」ソーセイのアクエリオン <laughs> <laughs> 俺もうただオウム返しするやつなってしまいましたけどももう全部なんかあのアニソン系のオーディションで歌われてるやつ <laughs> もう。 <laughs> おどううでもダイヤモンドクレパスなんてめちゃくちゃ難しい曲でしょ、うん、いやのり難しすぎて、うん、あのー、このオーディションがこう5段階ぐらいに分かれてるんですよ、うん、こう予備予選から決勝まで行くのに5回ぐらいいろいろ大会があって進んでいくんですけど、うんうん、もう予備予選の書類の時からずっと決勝に向けてあのずっと練習してましたえこ課題曲だったのいや自分でで選べたんですよえっ、ー よう選選んんだねこんな難曲を <laughs> いやもう勝負のつもりで選びましたへーすごいわーでもまあねあのマクロス・フロンティアも好きだったっていうことで、はい、まあその好きな気持ちもね相まってというかそうです、ね、上に乗っかって絶対これ歌いたいたと思ってう審査員の人たちに響いたんでしょうね、うん、で中2でアニソンシンガーになっの道をね切符を手に入れたわけですけども。はい すぐにそのアニソンを歌えたわけですかなんか、うん、あのこの「アニソングランプリ」の文言が「文言あのこれに優勝したらアニソンを歌えます来年」っていう文言だったんですよ、えー、それがきっかけでっ、うん、よっしゃと思って応募したんですけどうん、うん、なので、えっと、その翌年の4月25日に「はい、黄昏乙女や胸ジアっていう作品でアニソンデビューしました。えー 2012年デビュー。はい。え、先輩やん。<laughs> <ょ>あ、ちょっとな名生言ってすいませんでした。出た。生。おえさんこれいつもやりませんか。<laughs> ああもう <laughs> ラジオだから。初めて聞く人もいるから。これ学園行った時いつもやられるんですよ。<laughs> いや言わもう言わんといて恥ずかしいから。いつものノリみたいになったら。 恥ずかしなるから。<laughs> いつも深部かとお辞儀してくれるんで, <laughs> んですよ。土下座したこともあります。<laughs> あ、先輩おはようございますってあの床に期待こすりつけたこともありますからね。<laughs> やめてください。<笑><笑>でも2012年デビューですもんね。はい。僕はあのカタカナ多い島田洋七と一緒2014年デビューだったりするんで、うんはい、でダイヤレスだったのも2013年だから、うん、多分。 もう先輩になるんですよね、えー、2012年えじゃあもう10年になるんだはい10年目になりますすごいね10年っていろいろあったでしょいろいろありましたね,ねなんかあの言える範囲でいいんですけど、うん、多分ねあのラジオ聞いてる方とかは、はい、あの楽しかったとか感動した話よりもきっとハプニングとかのが聞きたいと思うんですよ 僕ね結構鈴木好みのライブを見てて思うのが、はい、あまりトラブルに見舞われないというかうちゃんと準備していくし、うん、その喉もケアしてるし、うん、あのー、すごく、えっと、淡々とパーフェクトなライブをこなすっていうイメージがあるんですけど<ー>逆に聞きたいですなんか悩んだこと困ったこととかそうですね。うん いいっぱああるんですけどりますよ全然声枯れたことも生放送で、えー、あの整体結節の手術明けで「スズフェス」っていうそれこそあの私も主催イベントをやらせていただいたことがあって「スズフェス」っていう名前でやったんですけど、うん、その時はちょっと最後の曲で。 全然声が出なくてガラッガラのまんま、えー、<laughs> 歌ったりもありましたし、えー、なんか二曲目で歌詞飛ばすとかも全然入り入れないみたいなのも意外とえ、あるのあります見たことない <laughs> <の>そんな鈴木これでもワンマンだけなんですよ割とあワンマンライブでやりがちフェスの時は、うん、いつもやっぱ気合が入ってるのか<う>割と こうよっしゃって感じなんですけど兄様の楽屋裏とかで会うと <laughs> マジで鈴木好みの背後に炎が見えるんですよ。<laughs> ーってマジでたまにスーパーサイヤ人なってるで、えー、なってるなってる <laughs> でもなってる髪の毛逆立ってる時あるで,でもいつも緊張してるんすすよすごく なんか本当に緊張するんで結構楽屋お隣のこと多いじゃないですか。すすなんでいつもお医者さんにこうすごい緊張するんですけどってこう緊張を移しに行くっていう。僕毎回門前払いするんですけどね「<laughs> 嘘つけ、ね!」って全然聞いてくんないんですよ <laughs> <laughs> だって緊張してる感じしないもん毎回ステージ見てたら。本当に緊張すすするんでで、えー、寝れないですし え、嘘本当に寝れないです俺ですわ最近もぐっすり寝るようになったででもワンマンは比較的リラックスしてるんですよあでもリラックスしてるから余計になんかこう歌詞飛ばしたりとかするってこと多分そうだと思いますねあとはちょっとごめん同じシンガーとして聞きたいんだけど歌詞飛ばしたどなすん俺もよく歌詞飛ばすんだけど歌詞飛ばした時どないすんの ハニカム <laughs> <laughs> 皆さんハニカムいただきました。かわいいな。ハニ,ハニカム。続き好みは歌詞飛ばしたらてへやってハニカム。え,え？それ以外にやりようなくないですか？来たわアニソン界の<え>ハニカミハニカミ姫。<laughs> それで。 ハにかみひめです今日は貸し飛ばしませーんみたいな感じ来たらえそれで帰りますか <laughs> いや,やめとけやめとけ一回しか使われへん <laughs> えそうなんや、はい、あとはあのセイって言ってこう。それ使っていいの長渕剛さんだけやで <laughs> セイセイ <laughs> ごめん政権好きちゃうわ <laughs> 政権好きちゃうセイってもうお客さんに委ねるね あかわいいね言うしかないそれまあ僕もやるけどねたまにやりますとかなんかそのちょっと喉がきつくなった時にやるなるほど「エべバーディー!」ージあるかもしれないって言って歌わすって大石さんの声ですごい脳内サイズ感あますん で歌わせてる間に呼吸を整えるっていうの <laughs> <laughs> よくやりますでもありますよねなんかこう自分の中で、うん、体力の抜き差しじゃないですけどそうなのよそれこそなんか最初の方とかもっと体力がなくって「うんうん、ワンマンライブしたい」って言ってるけど周りのスタッフさんとかも「やらせてあげられないよ今のままじゃ」って。 っててて言われてた時が結構長くあとやっぱ鈴木好みの楽曲はハイカロリーな曲多いもんねねそうです、ね、結構レコーディング終わって、うん、もう本当にソファーに倒れ込むみたいなことが続いてたので、ね、それじゃあ数十曲歌えないよっていうふうにやっぱり言われてて、うん、その時にあの佐々木沙也加さんにうあそういう時はね後ろ向いてこうなんか手ヒラヒラさせて深呼吸するといいよっていうふうに、ん、<laughs> 教えていただいて <laughs>。 なるほど。確かにそうすれば、パフォーマンスとしても消化できるし。っていう。学びが。はい。俺今度やろうって思ったけど、あのう、意気商人がこんなにたくさんいるから無理や。大石が後ろ向いて、手ひらひらさせてやがるみたいな。あ呼吸整えてんな、こいつみたいな。でも、大石さんはハプニングありますか。いや、めちゃくちゃあるよ。ハプニングだらけよ。本当ですか。ハプニングだらけでも。意外な。 えー、あそうあの僕はももクロちゃんがやってる大晦日のね「うんうん、あのー、紅白歌合戦」というか「ももクロ歌合戦で」で、あのー、2番の歌詞を「まる飛ばす」っていう生放送では、えー、っと配信されてたんだけど、はい、まあそれが、あのー、あろうことかうん、うん、その年始の、あのー、再放送みたいなのがあってあ<ー>あの電気屋さんのテレビでうん、うん、もう。 30代ぐらいでずらっなってるところで歌詞を飛ばした大石正義がもちろん一つも歌えてん、えー、<laughs> えでもある意味盛り上がりますよねハプニングって。っていうのがありますよ、ねはい、さあそそんななの時しか味わえないものっていうので10月1日に日比谷、えー、野外音楽堂で10周年スペシャルライブがあるということなんですけれどもはいこれは。 え、やおんでやんの日比谷の。やおんで、やらせてもらいます。いこで、え、でも、何回かやってる?。えっと、二回目で、ね。二回目、すごいね。点数、はい、アニバーサリーライブ。ラブリーアワー。はい。え、なんかラブリーアワーって感じしいひんやん。ですよね <laughs>。ね、なさい。ね。あのー、鈴木好のといえば、こう異世界ものの、ね、うんうん、リゼロとかさ。 あのディス・ゲームとかさああいうこうなんて言うんだろうハードなチューンが多いじゃないですかでも何ラブリーは今回あえて「ラブリー」っていうタイトルを聴させてもらったんですけど新曲10月26日に出る新曲のタイトルが「ラブリーズン・ワイ」なんですよ一つなるほど恋愛フロップスのオープニング曲は「ラブリーズン・ワイ」

<laughs> えいやそうなんや、はい、じゃあまた新しい10年目にしてまた新しい鈴木好みが見れるっていうこと、うん、このライブでは。そうですね、うん、あとはまあ10周年の集大成的なことにもなると思うんですけど10年振り返った時にすごくラブリーな10年間だったなっていうこともあって「うん、ラブリーアワー」っていうタイトルをつけました。 こう曲もも歌いたいた基本的になんだろうなこう時間が長いからいいライブだったとか、うん、こうすごい代表曲をバーッと並べたからいいライブになるとは全然思ったことが ないんですけど、うん、でも今回に限ってはちょっとあまりにやりたい曲が多くってもちろんタイアップ曲もこう初めましての方が来て楽しめるものにしたいなーってい思いもありますしノンタイアップの曲もこう今の「鈴木好み」で欠かせない こうものになってると思うのでう、うん、そうですよね幅広く楽しんでもらえる気がしていますぜひ皆さんねこ、えー、ぞって遊びに行っていただきたいなというふうに思いますはいということで、えー、鈴子の美さんのご出演ここまでとなりますありがとうございましたありがとうございましたさあそれではここで一曲お届けしたいなと思うんですけどもはい何かけましょうはいじゃあぜひ新曲をかけさせてください来月リリースなんだねはいもう来月ですね、うん はい、十月二十六日水曜日に発売します。うん、えー、十月から放送のテレビアニメ「恋愛フロップス」のオープニングテーマシングルです。鈴木好みでラブリーズン Y。月が綺麗だよ。 えそんなこんなでお別れのお時間です。えー、どんなこんな <laughs> 次回の収録は10月の3日月曜日夜、ラジオトークで生配信しながら収録いたします。詳しい時間は、えー、番組ツイッターからお知らせいたします。来週は大石とお話のコーナー。ゲストになんと、ゼータディビジョン所属、世界が認める日本のナンバーワンプロゲーマー、ラズ選手に、 お越しいただきます、やーばーバロめっちゃ見てたし、えー、ぐ。何聞こう、今からメモっとこう。<laughs> <laughs> ぜひ皆さん、来週もお聞き逃しなく、それでは皆さん、さようなら